金貸してくれや。えっくい額を。貸して募集中。はい。ま、あの具体的に言うとやっぱ1億円欲しいんですよね。はい。1億円やったら僕人生変わります、さすがに。俺ギャンブルやめれるんちゃうかな。僕に向かってね、そのギャンブル依存症やんけとか、ギャンブル依存症ちゃうんかお前って言うてくる奴らにね、はっきり3文字でお返ししますね。ええ。せやで あー、4630万円欲しいなー。お金が足りません。借金がね、止まらんね。俺が依存してんのは借金な俺借金依存症やねん。タレントさん、芸能人の人でなんか自分でブランドとかやってる人お金いっぱい持ってると思うんですけど、 貸してくれね芸人の人って普通書きたれ作るんですけど、えー、僕書きたれ興味ないんですよ。うん。借りたれはい。金を貸してくれればいいんですよね。えー、金を借りる、うん、女の子借りたれをね、ちょっと僕も夢やったんですよね。うん、銀行強盗って、犯罪じゃないんでしたっけ 1630万円あったら俺、副賞一本勝負かなうーん、前澤社長って、借金あるギャンブラーを支援してたんでしたっけあー一玉4万円のパチンコって、歌舞伎町にあるんでしたっけ僕がギャンブルに依存してるわけじゃないんですよ。はっきり言うて。ね。 ギャンブルが俺に依存しとんねんどう考えてもそうやろ。俺何もしてへんもん。ギャンブルが寄ってくんねん。なうん、もうパチンコ、パチスロー、競馬、競艇、競輪、全部や。うん。ギャンブルが俺に依存してるだけやん。別に俺、ギャンブルに依存してへんもん。そんな。ギャンブルが俺に依存してんねんもん。4630万円あったら俺、 ウィンファイブ全通り買うかなうーん。アディーレ法律事務所に頼んだら、一日十万円以上パチンコで負けた分は、過払い金として返ってくるんでしたっけうーん。納税を助けてくださいっていうクラウドファンディングは、倫理的にいいんでしたっけうーん。 一発一億の知見って、もう死ぬ確定なんでしたっけあの、ナスカワ天心のあの、試合の会見見たみんな。会見で、結構熱いこと言うんですよ。攻めていかないとっていうのを、まあ、とある友人に気づかされたんですよ。みたいな話をポロッとしてて、ナスカワ天心を熱くさせた友人のあれ俺やねんって。これ金借りれるやろねえ。これファイトマネー、 マージ入るよな俺に4630万円あったら俺1号艇と2号艇と3号艇に1000万円ずつ渡して八百長で負けてもらおうかなはいうんで俺だけ456のエグい三連単を残りの1600万で買ってはいで 1>, えー、1号手2号手3号手の人に1,000万ず渡して八百長やってもらってええー、多分元取れますよねえっくいやり方したらあーあん大阪市福島区って掘ったら油田出てくるんでしたっけうーん渋沢栄一が新一万円札になるタイミングで 日本国民の手持ちの金って一定になるんでしたっけ普通は皆さんが会話してて、いやでもこいつ借金あるもんなって思うんやと思うんですけど、いやいや、こっちも思ってるから。お前借金ないもんなって。思ってますよ平等ですよって、我々。はい。人生で最高額の借金しとるやないげー助けてみろ。はい。 あのよりり偉そうになりました。僕のギャグで「あの教えてみて」っていうのがあるんですけど「はい、いやお前教わる態度ちゃうやんけ」みたいな何やねんその言い方っていうのがあるんですけど「うん、あのた助けてみろ」「助けてみて」じゃないですよ「もう助けてみろ」逆に「助けがえあるやろ」「俺」みたいなもう4630万円あったら俺。 もう370万円借りて5000万円と集合写真撮るかな。はい。5000人の福沢諭吉と集合写真撮るんちゃう俺。記念や言でて5000万円とは。さすがにそれやるやろ。370万追加で借りて足して、で5000万きっちりにして、うん、写真撮りますね。うん、集合写真。 その後、副賞一本勝負かな。うん。桃源郷のような、はい、世界を作りたいんですけどね。まあ、次一千万円の会費で、僕が何をするかっていうと、まあ、内容がやっぱ大事ですから。えっと、まあ、なんか歯磨きとかしてる映像を送ります。週一回。 誰のがれあけみのこの横に来てね。ええー、で、なんか、こう、前、右手でマイクで、左手で、誰のがれあけみの左肩をこう抱きながら、ええー、こう、いい感じに体揺らしながら歌って、サビの一番いいところで顔近づけて、お金貸してくれって、これ言いたいんですよ。うん、金借りたいんですよ。なんか、うん、薄いんですよね、借金ない人って。借金ある人のことをこう、下に見てるでしょ。いやいやいや。いや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 。いやいやいや、ですから。 はい、マネーバースデー !4630 万円あったら俺、4000万円人に借りて、それを次の週に4463万円にして返すっていうのを10人分やって、とんでもない返済能力の持ち主って思わせるかな うん、次の借金につながるからねだから自分の持ってる4,630万円を463万円かけ1十二まず分けてで、えー、目星鬼社長に10人に「4,000万円貸してください」って言って、えー、もうなんとか貸してもらってで多分社長はまあ何年かかけて返すんかなって思ってるところを次の週にしかも利子えぐい4,463万にして返すっていうのを。 10人にしたら、うえ、うえってなって、次からめっちゃ貸してくれるでしょ。うお、はい、そん。その返済能力すごいって思わせるかな。はい。うーん。だだだ大統領になったらね、まずは君を捕まえるねってあれ、俺に向けた歌なんでしたっけあれ、俺が捕まる歌やっけなんか、 今の法整備では、うん、ヒットらえられへんから、俺のこと。正義の味方が大統領になって法改正する話でしたっけ。高森マネージャー、あの。はい、五十万円貸して。持ってきてくれた。あ、はい、持ってきました。いいですか。はい、お。すみません。はい。すみません。ありがとうございます。はい。五十万円。うわ。すみません。じゃあ、借ります。ありがとう。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。次の東京オリンピックまで返そう。前科九千番ぐらいついてた、ごめんな。